こう TV です。先日ね動画でご紹介したラインスラックとダンシェイズさんのコラボサングラス変更グラスなんですけども、早速入手してきましたよ。5月29日に発売開始ということで、もうね、だいぶね、数も少なくなってきてるっていうことなんですけど、なんとかギリギリ。じゃあね、早速開けていきたいと思います。まずね、こんな感じのケースで、これラインスラックとこう、ダンシェイズってね、かっこよくね、ロゴが入っている、このケースがね、ついてきて、まあ、こんな感じでこう、ちょっとしたね、ところにぶら下げられるよっていうね、便利なね、カナビラ、こういうのもついていて、で、開けていくとどうでしょうか。はい。いやー、かっこいいですね。プライムタイムスペシャルっていうことで、はい。はーい。こうね、ミラーコートになっているんですけど、裏から見たら分かりやすいかな。こんな感じのカラーね、表面から見るとねちょっとミラーコートになっているんですけど、裏から見るとね非常にこの薄い感じ見えますか。ちょっとこのシールももう剥がしちゃいますね。UV カットだよとかですね、変更グラスだよみたいなシールが貼ってあるので、これ剥がしちゃいますね。はい、こんな感じで、で横にはねダンシェイズとラインスラックのコラボモデルだよって分かるこうロゴが、これがねすごいさりげないんですよね。こうゴリゴリって感じじゃなくてすごいさりげなく、じゃあどこがオリジナルコラボモデルなのっていうと、まずね本来のこの形だとここがもうちょっとねこう滑り止めみたいな加工がされているっていうところなんですけども、ラインスラックとダンシェイズさんのコラボのこのプライムタイムスペシャルはここはこんな感じのねマットでつるりんとしたねこういう素材感になっております。あとは特筆すべきはこのレンズカラーをこのねモデル特別に調合して作られているっていうこと でプライムタイムスペシャルっていう名前から分かるように朝夕の薄暗い時間、まあ、例えばローライトコンディション雨の日なんかもいいんじゃないですかね。でこの色だったら本当夜の明暗打ちなんかでも活躍してくれるんじゃないかななんていうふうに思うんですけども、この必要最小限の、濃さのレンズにこだわったっていうことで、もちろんこのミラーコートによって結構ギラつきとかは反射カットしてくれるし、まあ偏光グラスなんで水中の中は見やすいんですけども、その中でも比較的薄い色でね、調整されているので本当にねちょっと薄暗いルアーに魚が反応しやすい時間にもかけ続けられるっていうね、こういう特性のある、レンズカラー、これを特別に、このモデルだけで、作ったっていうことでね、もう一度で6600円で買える、ね、比較的リーズナブルに買えるっていうところと、あとはですねとんでもなく軽い、これね持ってみると分かるんですけども、24g ですよなんていう風に書いてあったんですけども、めちゃくちゃにね軽いんですよね。これ 24g 仕様っていうことでね、めちゃくちゃ軽いんで、ほんとねつけてるね感じがね、忘れちゃうぐらいの軽さね、ほんとね体の一部みたいにねすっとかけられる、そういったサングラスでございます。これからね、しばらくね、プライムタイムはこのプライムタイムスペシャルをかけてね魚を狙っていきたいと思いますので、またね使用感なんかもね、ご説明していければと思うんですけども、結構な量を作ったっていう風にね小倉さんおっしゃっていたんですけども、大人気でねもうだいぶ数が少なくなってきているっていうことなんで、説明欄にねこれを、手に入るねリンク先ね貼っておくので、気になる方はね予約というか、まあネット通販でね買えると思いますので、お問い合わせしてみてください。はい、というわけで本日のスリコー TV はこちら、
ラインスラックと、ダンシーズさんのコラボのプライムタイムスペシャル、これをですね、開封してみてやって、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。また会おうぜ。